本格的に冬がやってきて、外は真っ白な雪が積もっている。こんな日の休日は何もやる気が起きなくて、でも部屋にいるのもつまらないから寮の共有スペースに集まった。こたつに入ってぬくぬくしてたら、やがてユータとトゲもやってきて、考えることはみんな同じだな。あー、なんか面白いこと起きねえかな。おーどりだかな。こたつは暖かいね。ユータ、みかん取ってこい。なんで僕？お前が一番近いだろ。マキさんも同じぐらいじゃん。ダメだ、私はお前らより先にこたつに入ってたからな。お前らよりもぬくぬくしちまってるんだよ。このぬくぬくは手放せねえ。明太子しょうがないな。よいしょっと。お前ら、うわ、パンダくん探したぞ。って何してんだ。みんなで仲良くこたつでぬくぬくか。げ、パンダじゃん。悪いけどお前が入るスペースはねえぞ。お前が入ると3人分ぐらいスペース取るからな。しゃけ。ひどい。パンダくん、なんだかすごい勢いで走ってきたけど、何かあったの？そうそう、聞いてくれよみんな。俺、また面白いゲームを発掘してさ。ゲーム？どうせくだらないゲームだろうが、今日は乗ってやってもいいぜ。珍しいね、マキさん。そろそろこたつも飽きてきたところだからな。体も温まったし。おかか。まあまあ、トゲも聞いてくれよ。みんな、フルーツバスケットってやったことあるか？ああ、椅子取りゲームみたいなやつだよな。そうそう。それをやるの？今回はただのフルーツバスケットじゃないんだ。名付けて、大人のフルーツバスケット。大人？名前からして嫌な予感しかしねえな。一応ルールを説明するぞ。ここに箱があります。箱？そんなものフルーツバスケットで使うけか。まあ聞いてくれ。普通のフルーツバスケットでは、真ん中に立った人は丸々したことがある人なんて言って、他のプレイヤーを席から立たせるよな。しゃけ。でも今回は真ん中に立ったら、この箱から1枚お題を引いてもらうんで、そのお題を読み上げてもらうんだ。紙には今日朝ごはんがパンだった人とか、普通のお題が書かれてるからな。該当する人は座席から立ち上がり、他に空いた座席に座る。座席は3つしかないから、自然と1人が座れなくなるだろう。座れなかった人が真ん中で次のお題を引くんだ。そうだった、懐かしいな。なるほどな。箱からお題を引くから、お題をいちいち考える必要はないわけだ。そういうこと。まあやってみようぜ。しゃけ。じゃ、最初は俺が真ん中からスタートな。よし、座席に座ったぞ。いつでも始めていいよ。じゃあお題を引くぞ。おっと、その前に一つ約束な。嘘をついて立ち上がらないは禁止。これは守れよ。わかってるよ、そんなこと。よし、それでお題は、今こたつに戻りたい人。どんなお題書いてんだよ。じゃけん、僕も戻りたいな。まあ私もってことは全員立ち上がるな。ほらトゲ、そこは私の座席だ。おかか。じゃあ俺はユータが座ってたところを。あ、くそ、席取られちまった。ってことで座れなかったマキが次のお題を引く人だ。流れは分かったな。うん、なんだか楽しいな。4人でフルーツバスケットってすぐに飽きちゃいそうだけど。じゃあお題を引くぞ。なんだこれ、すごい数のお題が入ってるぞ。中は見るなよ。わかってるよ。今までに告白されたことがある人？ないな。おかか。あ、リカちゃん、お前は婚約までしてたもんな。ほらユータ、立てよ。立ち上がるの僕だけ？ってことは僕が真ん中行き決定じゃん。まあ、フルーツバスケットあるあるだな。シャケ。てか、犬巻君は告白されたことないの？おかか。まあ、トゲは普通の学校だと話すだけでも苦労するからな。あ、そっか。明太子。じゃ、次行こうぜ。ちょっと、パンダ君は告白されたことないの？って聞いてくれよ。誰もあるなんて思ってねえよ。まあ、パンダ君だし。見知らぬ女児に一目惚れさせる可能性はあるだろう。
そりゃ見た目はパンダだからパンダ好きにはたまらないだろうが。お前知らねえのか？動物が人間に好まれるのはな、言葉を話さないからいいんだよ。余計なことも言わないしな。すごい闇の深そうなこと言うじゃん。つうかよ、これって勝ちとか負けとかあるのか？そうだな。じゃあ適当にタイマーを設定するから、そのタイマーが鳴った時に真ん中にいた人が負けだ。それでどうだ？いらねえよ。わかった。じゃあお題引くね。今好きな人がいる人。嘘だろ。パンダの目はごまかせないぞ。うっせえぞパンダ。余計な詮索はなしだ。そうだよパンダくん。嘘はつかないって約束したんだし。ふーん、お前ら全員冷や汗かいてるけどな。は？なことねえよなあ。シャケシャケ。ふんふん、まあパンダさんはみんなの味方だからな。ここはスルーしてあげよう。びっくりした。本当は僕はちょっとマキさんのことが気になってるんだけど、これもまだ恋心かわからないし、それにこれは憶測だけど、多分イノマックンはマキさんが好きだ。だからついイノマックンの顔色を伺っちゃったな。マキさんに好きな人がいるかはわからないけど、さっきの反応を見るに好きな人がいるのかな。もし犬巻くんだったらどうしよう。でも二人とも立ち上がらなかったし、ただの僕の勘違い、それとも二人が嘘をついたのか。ああ、わからない。つうかよパンダ、もしかしてだけど。なんだ。この大人のフルーツバスケットっての、色恋ばかりのお題が入ってるんじゃないだろうな。え、当たり前だろ。だって大人のだぞ。ああ、やっぱりかよ。お前が用意したお題だからな。そんなことだとは思ったけど。そんな。じゃあもっと際どい質問が入ってたり。今から途中でやめるはなしだぞ。タイマーが止まるまでは強制参加だ。ちなんだか波乱な予感。製品が。なんかずっと俺が真ん中なんだけど、お前ら本当に嘘はついてないよな。ほら文句言ってないで次のお題を引けよ。おーし、じゃあ次は犬かパンダだったら犬派の人。なんだよ、急に普通のお題じゃん。一応こういうのも入ってるからな。恋愛系の質問を引くかどうかはお前らの運次第ってことだ。ま、このお題は誰も立ち上がらないだろうから次に。やっぱり時代は犬だよな。鮭。犬かわいいもんね。おいおい、お前ら何立ち上がってんだ。仕方ねえだろ、パンダより犬派の人は立ち上がらないといけないんだ。あー残念、嘘はつけないからな。パンダの方がかわいいだろう。そんなこと言ってると席がなくなるぞ。あと、そうだったな。納得はいかないけど、もう真ん中は飽きたし。あ、座席埋まっちゃった。あぶれたのはユータだな。お前たちには今度パンダがいかにかわいいかを布教してやるからな。はいはい。明太子。お、じゃあ次のお題に行くね。Cカップ以上の人。なんで私を見んだよ。お前しかいないだろ。シャケ。ユータてめえ、クッソ質問を引き上がって。僕のせい。ほらほらマーキー、嘘はついたらダメだぞ。この質問完全にセクハラじゃ。この質問に関しては俺たち男は無言を突き通すしかないな。クソみたいなお題入れやがって。そもそも私しか立ち上がる可能性ないだろ。で、マキは立つのか立たないのか。パンダ君。クソパンダめ。ほらユータ、さっさとそこどけ。はい、マキさん立つんだ。ってことは。その顔やめろパンダ。マキさん、次のお題に行こうよ。ち、絶対にパンダを真ん中に引きずり出してやる。それはどうかな。お題は今ノーパンの人。ノーパンってそんな人いるわけ。ういた。おいおい、
タケもユータも本当にパンツ履いてるのか。ちょっとパンダさんに見せてみな。おいクソパンダ、おとなしく真ん中に行けや。心なしか、マキのパンダへの態度がいつも以上に冷たい。じゃあ、ま、そろそろ時間も時間だし、本気でやらないとな。本気のフルーツバスケットってなんだよ。お題はくじ引きだから、勝ち負けは運次第な気がする。じゃ、次のお題行くぞ。お題は…嫌な予感がするな。鮭。お題は、高専に入ってからキスしたことがある人だ。なんだその限定的な期間は。ツナマヨ。ほらほら、嘘は禁止だぞ。仕方ねえな。全員あるの？犬巻くんもマキさんも経験あるの？うるせえ。いや待てよ、ユウタはあれだろ、百鬼夜行の時の怨霊だったリカ相手だろ。うん、そうだよ。そういやキスしてたな、公共の場で。その言い方はやめて。マキとトゲは…うるせえ、事故だったんだよ。鮭。やっぱりお互いにしてたのか。まさか犬巻くんが抜け駆けしてるなんて。体術の特訓中に事故でちょっと触れたぐらいだ。鮭。ラッキーハプニングだったな。ち、からかわれる未来が見えたから内緒にしてたのに。ま、あんまり掘り下げないでおくよ。ユータがショック受けちゃうからな。ん？ショック？なんで？パンダくん。やっぱりユータもマキのことが好きなのかな。ほらパンダ、次のお題引けよ。あれ？また俺？お前がニヤニヤしてる間に私たちは座席を交換したからな。気を取られてる隙に。まあ、いっか、次行くぞ。今までのお題で一回でも嘘をつき席を立たなかった人。無言で立ち上がるのやめろ。うるせえな、お前だって一回ぐらいは嘘ついただろ。俺はついてないよ、本当にノーパンだし。ほら、見なくてもわかるからケツ向けるんじゃねえ。お前らがどの質問で嘘をついたのかすごい気になるんだけど。それはまあ内緒ってことで。やっぱり好きな人がいるってお題だろう。お前ら全員好きな人がいるんだな。それともあれか、ユウタとトゲはCカップ以上あったのか。なわけないでしょう。あ、ほら、これでこのクソゲーは終わりだ。解散解散。ちょっと待てよ、パンダさんに教えろよ。トゲ、ユータ、こたつ戻るぞ。ちょ、俺も入れてって。お前の入るスペースはない。ごめんって。その後、まったく、パンダが提案するゲームって本当にろくなものがねえな。嘘をついていたのが私だけじゃなくて、トゲもユータも同じで安心したよ。ま、あいつらはどこで嘘をついたのかわからないけど。え？やっぱり私に好きな人がいるのかって？ユータとトゲ、どっちが好きか？さあ、どうだろうな。はあ、めぐみって線もあるかもしれねえぞ。とある休日の高専、任務もないので俺は釘崎と伏黒と一緒に共有スペースで談笑していた。外に出かけることもなくただ話しているだけだけど、二人と一緒だとどこにいても楽しいんだよな。でもそこに騒がしい人物が一人やってきた。誰かって？それはほら想像つくでしょ。イエーイ、諸君、穏やかな休日を過ごしてるかな。今この瞬間に穏やかな休日は過ぎ去ったわよ。いつも学校や任務で一緒だっていうのに休日までみんなで遊んでるの？君たちの仲の良さに僕は感動したよ。でもできれば担任の僕も混ぜてほしい。何か手土産持ってきたら考えてあげるわ。それで先生、いつにも増してハイテンションだけど何かいいことでもあったの？実はさ、僕みんなとあるゲームをしたくて。ゲーム？そう、最先端ゲーム。え、何？ポケモン？モンハン？いや、イタドリ、そこはスマブラだろ。フシグロはどっちかいいと思う？ダメよイタドリ、フシグロなんかに聞いちゃ。どうせピクミンとか言うに決まってるわ。さてはお前、
ピクミンが意外と残酷なゲームだって知らないな。そうなの？ゲームしたい人？はいはい。私もちょうど退屈してたところだったのよね。めぐみは？俺は別に。シグロキューン、別に参加してもいいです。決定。ウェイ。フシグロって意外と優しいところあるわよね。意外ってなんだ。じゃ、もう参加決定したから今から降りるはなしね。いいわよ。それで結局何のゲームやるの？じゃーん、これです。は？割り箸？はぁ、何よこれ。スイッチはどこ？僕、スイッチのゲームだなんて一言も言ってないけど、まあそんなことだろうとは思った。なんだよ、アナログのゲームか。ああ、まあ一応聞いてやるわ。どんな昭和なゲームなわけ？平成組に教えてもらえるかしら。うわ、すごい年齢マウント。ちなみに僕は平成元年生まれなので、ギリギリ昭和じゃありません。よくわかんないけどすげえ。まあまあ君たち、僕さっき言ったよね、参加決定したから今から降りるはなしねって。いや、それはそうだけど。フシグロ、どうにかしなさい。どうにもならねえよ。で、王様ゲームってどういう遊びなわけ？釘崎知らないの？やったことないわね。でもなんとなく合コンとかでやるゲームだってことは知ってるわ。どんな覚え方だよ。フシグロはやったことある？いや、俺もないけど、ろくでもないゲームだってことは知ってる。王様ゲーム楽しいじゃん。まあ男しかいないとかだったらつまらねえけど。そうだね、野郎ばっかりいてもね。そういうものなの？まあね。まあいいわ、どうせ参加決定しちゃったんだし、私ちょっと興味あるの。やるわよ、男子ども。マジで？まあ釘崎がいいならいいけど。フシグロ、あんたも強制参加だからね。まあ俺も釘崎がいいなら。あ、じゃあちょっと待ってて。やっぱりこのメンツじゃ味気ないから。悪かったね、味気なくて。あの人を連れてこよう。あの人製品が。おい、サトル、話せこのバカ。うわ、この教師、女子生徒を普通に肩に担いで連れてきやがった。ちょっと、何マキさんに気安く触れてんのよ。金取るわよ。なんでお前が金取るんだよ。はい、到着。いや、疲れた疲れた。悪かったな、重くて。いや、マキが暴れるものだから。そりゃ優雅な休日を過ごしてたら、ノークもせず部屋に突撃されて、何も説明なく担がれるんだから暴れるわ。うわ、先生それただの人さらいだから。ってことで、マキの参加も決定したことだし、ゲームの説明をするよ。決定してねえよ。見てたドラマがいいところなんだ。私は帰らせてもらう。マキさん、私野郎に挟まれるの怖いです。いや、お前いつもそいつらこき使ってんじゃん。マキさん。仕方ねえ、今日だけだからな。やったー。釘先に甘すぎるだろ。じゃ、王様ゲームのルールを説明するよ。まずここに5本の箸があります。そしてその箸の片方の先端には1から4までの数字と王様って書かれたものがあるよ。この先端の方を見えないようにこの缶に入れて、みんなで一斉に引きます。なるほど、くじ引きの要領ね。そして見事王様と書かれた箸を引いた人は、2番と4番が〇〇するといった風に命令を一つ下すことができるよ。そしてその命令は NG なし。当たった人は必ず実行。まあやってみたらどんなものかわかるよ。じゃあ早速みんな引いて。うわ、ドキドキすんな。じゃあみんな自分の番号を見て。王様だーれだ、俺でって言ったら、王様は手を挙げてね。フシグロ、どんまい。じゃあ早速記念すべき一番最初の王様は誰だ。俺ですよ。なんでキレてんの？怒ってません。怒ってんじゃん、ブチグロくんだね。何それ。ブチギレたフシグロ、勝手に変な名前つけんじゃねえ。それで何の命令にする？そうですね、じゃあ4番の人、全員分の飲み物とお菓子をコンビニで買ってきてください。うわー、つまんねえ。もっと面白い命令あったでしょ。うるさいですよ。で、4番の人は？私だよ。げ、マキさんかよ。めぐみ、先輩に命令をするとはいい度胸してるじゃねえか。そういうゲームですよね。
ユージとノバラはコーラ、サトルとメグミは1号令でいいな。意義なし。なんで俺が五条先生と同じ扱いなんですか。じゃあサトル、金出せよ。うわお金のせびり方がカツアゲ。数十分後、ほら買ってきたぞ。ちょっとなんで激甘1号令じゃないの。糖分カットじゃんこれ。うるさい、文句言うな。まあいっか。はいみんな、2回目やるよ。引いて。次は俺、次は俺。王様だーれだ。イエーイ、僕。なんだこの一人茶番。いえ、五条先生、一番当たっちゃいけない人な気がする。それは同感。じゃあね、次のターンが終わるまで2番が3番の膝の上に乗る。うわー、出たよそういう命令。王様ってのは男女の組み合わせで、当たったらどうしようってドキドキが楽しいんじゃん。なるほどね、これが合コンで行われるゲームの理由が分かったわ。ってことで2番と3番は誰。2番は私ね。3番は俺です。おお、じゃあ野原がめぐみの膝に乗っかると。ち、ありがたく思えよ伏黒。あれ、意外と釘先怒らないのな。まあね、これが逆の立場だったら乙女の膝に乗ってる気分はどうだ。おうって毎分単位で聞いてやるんだけど。怖っ、よかったねめぐみ。よくはないです。じゃあ2人には次のターンまでその状態でいてもらって。はい次みんな引いて。ちょっと伏黒、動くんじゃないわよ。無茶言うな。じゃあ王様だーれだ。私だな。マキさんなら安心ね。そうだな、命令は3番と4番が次のターンが終わるまで手をつなぐ。意外にもノリノリな命令ですね。それで3番と4番は。3番は俺だ。え、俺4番なんだけど。めぐみとユージ。なんだよ、絵面的につまらねえな。うわ、伏黒の手って綺麗、女の子みたい。それ褒めてんのか。いや、大きくてゴツゴツしてんのにすげえ綺麗な肌してるから。ちょ、あんまり握るんじゃねえよ。 BL やめろ。じゃ次に行くよ。王様だーれだ。はいはーい、俺。じゃあ1番が4番の耳元で愛の言葉をささやく。愛の言葉ってなんだよ。愛してるとか。まあ言うだけなら簡単な命令よね。お、1番は私だな。4番は俺です。おい伏黒、そこ変われや。無茶言うなよ。なんだよつまらないな、僕全然当たらないじゃん。ほらめぐみ、耳貸せよ。はあ、早く終わらせてください。めぐみは平常心だね。こんなのただのゲームですから。ん、なんか伏黒の手すげえ手汗かいてんだけど。ちゃんと緊張してんじゃん。うるせえ。そうだな、じゃあ愛の言葉ってなんだ。ああくそ、無駄に緊張する。お前を体術で投げ飛ばしてる時が一番楽しい。火って何言ったのマキさん。それは愛の言葉ではないだろう。私なりの愛だ、伝わったな。はい、全身が震えました。何言ったのかめっちゃ気になるんだけど。製品が。やった、久しぶりに僕が王様。うわ、今までなんとか回避してきたのに。ここに来てまた五条先生か。じゃあね、3番が4番の方にキッス。は？大胆すぎない？これぐらいがいいんだよ。さ、3番と4番は誰。お、4番は私だな。マキさん。あ、私3番じゃない。おい、虎杖伏黒、あんたたちのどっちかよね。正直に白状しなさい。今なら半殺しで済むわ。怖っ、俺じゃないよ。ってことはめぐみかよ。はあ、最悪だ。ほらほら、早くしてよね。積極的に異性行為を進める教師ってどうなんだ。マキさん、ラップ挟みましょう。あ、除菌シート使いますか。おいお前、さすがに俺がかわいそうだ。だってマキさんの綺麗な肌が伏黒なんかに。すげえ嫌そうだな。ほらめぐみ、やるなら早くしてくれよ。時間がかかるほどやりづらくなるぞ。そうですね、逃げないでくださいよ。は、私は逃げねえよ。イタドリ、私を押さえつけてなさい。え、このままだと伏黒をやっちゃいそう。やるって何。
怖い。はあ、仕方ない。マキさん、目をつぶっててくださいよ。はいはい。はい、終わりました。ああ、マキさんが、マキさんじゃなくなった。私は私のままだぞ。なんかあっさり終わっちゃってつまらないな。触れるところもあんまり見えなかったし、ま、本当はギリギリ触れてないんだが、したってことにすればいいだろう。マキさんが言わなきゃバレないし。じゃ、次ね。王様だーれだ。しゃ、私だな。なんかすげえ嬉しそうっすね。そうだな。じゃ、一番が最近一番一緒にいる時間が長かった人に好きだと叫ぶ。何それ。え、一番僕なんだけど。ウケる。よっしゃ、やっとサトルに仕返しができたな。ふふ、まあこんな命令僕はなんてことないけどね。ムカつくわね。ちなみに先生、最近一緒にいる時間が長い人は誰だった？歌姫かな。ついこの前まで京都で一緒だったし、ま、どうせこの場にいないんだし、でっかく愛の言葉を叫んであげるよ。さすが先生。くだらない。じゃあほら、寮の窓から京都にまで届くようにな。任せなさい、歌姫。弱くてヒスで女っ気ないけど、全部まとめて愛してるよ。おお。ああ、え、ふう、こんなもんでどう？ん？みんなどうしたの？廊下の方を見て固まっちゃって。え、歌姫？なんでいんの？あ、歌姫先生逃げた。ちょ、違う、違うって。歌姫待ってよ。これは嫌われたな。もともと嫌われてたけどな。その後、いやー、まさか歌姫先生がたまたま東京に来ていたなんてね。五条先生にはかわいそうなことをしたな。まあただの同僚に知らないところで愛してるとか言われたらビビるよね。歌姫先生には俺たちからも説明してなんとか分かってもらえたよ。でも五条先生もこれに懲りたのか、しばらく王様ゲームはやりたくないってさ。自業自得だね。五条と下等と一緒に寮の共有スペースでダラダラとしていると、急に五条が真剣な顔をし始めた。何やらよからぬことを考えていそうだなと思ったら、やっぱりあんなことになるなんてね。たく、五条のやつ、いつか絶対にバラしてやる。俺、気づいちゃったんだよね。急にどうしたんだい、サトル。どうせくだらないことだろ。バナナは実は野菜だったとか。そうなの？ああ、分類学的には野菜らしいね。果実的野菜って言うんだって。それも果物でいいじゃん。で、要件は？俺たちってさ、最強だから怖いものがないよね。はあ、やっぱりどうでもよさそうだな。待って待って、ここからが大事なんだって。めんどくさ。ってことで根性勝負しようぜ。お一人でどうぞ。ちょ、ナナミみたいなこと言うなよ。根性勝負ってどういうことだい？縛りを使ったゲーム。縛りだから逃げられないし面白いだろ。くだらねえ。そういえば私、明日の宿題まだやってないんだった。部屋に戻ろうかな。お願いお願い、一回だけ、少しだけでいいから。サトルの少しだけが本当に少しだったことはないだろう。なんだよ、スグルは俺と勝負するのが怖いのか。プップ、まあ毎回負けてるもんね。ああ、あ、これはまずいな。私がいつサトルとの勝負に負けたって言うんだい？いつも負けてるじゃん。仕方ないね、この勝負乗ってあげるよ。やっぱりこうなったか。スグルってやっぱりちょろいな。私はやらないからね。二人でラブラブツイスターゲームでもやってな。オゲー、想像したら吐き気が。翔子、君もいてくれないと困るよ。二人でゲームなんてつまらないだろうし。じゃあツイスターゲームに矢賀先生でも入れてあげたらどう？三角関係ラブラブツイスターゲームに変更だね。マジで吐くからやめて。とにかく逃げるのは許さないよ。そうだぞ翔子、俺たちは3人で1つだからな。キモい。スグル、翔子の反対側に。ああ、ちっ、この高身長の化け物どもが。2人に挟まれたら逃げようがない。さあ翔子、おとなしく戻るんだ。誰か、誰かいないのか？私を助けてくれる誰か。
あら、そこにいるのは。あ、歌姫。救世主。え？先輩、助けてください。ヤンキーに絡まれてるんです。いや、俺たち。あんたら、翔子を追い詰めて何してんのよ。じゃ、私は今から歌姫先輩とデートだから、ツイスターゲーム楽しんで。誰もツイスターゲームをやるとは言ってないからね。ちょうどいいじゃん。歌姫も参加しなよ。は？実は、今から3人で根性勝負ってことで縛りを設けたゲームをするんです。ちょっと私はしないからね。またくだらないことを。私はやらないわよ。まあ怖がりの弱姫にはこのゲームは難しいかもな。俺たちは余裕だけど先輩は逃げちゃうのか。やってやんよバカ先輩。ちょろ。はあ、結局こうなってしまった。で、何のゲームをやるのよ。てってれー、王様ゲーム。王様ゲームって、王様になった人が番号を指定して命令ができるっていうあれかい？そう、それ。この際、どんなゲームでもいいわよ。五条をケチョンケチョンにできれば。先輩、王様ゲームがどんなゲームか分かってるのかな。結構危ない気がする。まあ途中で逃げるやつなんていないと思うけど、縛りの内容は王様の命令には必ず従うこと、従わなかった場合は罰ゲームを実行する。罰ゲームの内容は、矢ヶ瀬の授業でいけない遅刻遅刻と言って遅刻してくるっていうのは。怖いもの知らずすぎるわよ。それより矢ヶ先生の前で次のゲーム矢ヶチンじゃんラッキーというのはどうだい？想像しただけで恐ろしいわね。それより矢賀先生の前で、矢賀チン最近生え際交代してショック受けてるらしいよの方がスリルがあるだろ。翔子こわ、命知らずすぎるでしょう。あんたら矢賀先生に恨みでもあんの？じゃあ面倒だし、全員の意見をまとめて罰ゲームの内容は矢賀戦の授業で。いけない、遅刻遅刻。あ、でも次の授業ヤガチンじゃん。ヤガチン最近生え際交代してショック受けてるし、そんなに怒らないでしょうと言いながら教室に遅れて入ってくるってことで。意義なし。あんたら殺されるわよ。歌姫は授業ないから、これを教員室でヤガ戦の前で実行ね。絶対にやりたくない。まあでも縛りを破らなければいいんだし、なんとかなりそうね。じゃ、全員このくじを引いて。くじまで用意してるなんて、用意周到ね。王様が当たる確率は4分の1か。じゃ、1回目ね。王様だーれだ。お、私だわ。歌姫先輩か、なら安心だな。しゃー！ 3 番は服を1枚脱げ。野球拳かよ。さっきは五条に弱姫だの怖がりだの散々バカにされたからね。この寒い部屋で半裸になって震え出るといいわ。俺3番じゃないけど。私も違うよ。先輩、3番私です。え？ひー、歌姫やっちまったな。これどうするんだい。なし、やっぱりなし。翔子がいることを忘れてたのよ。いや、命令の取り消しはできねえよ。命令に従わなかった場合は罰ゲームを実行っていう縛りを結んじゃったからね。先輩、ああごめん、悪気はなかったのよ。とはいえ女性に服を脱いでもらうのは。翔子が選べばいいじゃん。何を？ここで一枚脱ぐか、罰ゲームをやって矢ヶ瀬に怒られるか。仕方ないか。翔子、私が悪かったわ。一緒に矢ヶ先生に怒られましょう。先輩、気にしないでください。私はこいつらの前で服を一枚脱ぐぐらいどうってことないんで。え、脱ぐ方を選んだの？ちょ、煽っただけなのに本当に脱ぐ気になってるんだけど。おら、男子ども見てんじゃないわよ。別に興味ねえし。顔真っ赤になってるよ、サトル。スカートに手をかけた。脱ぐの下なの？はい、脱いだけど。え、何それ。何って、体操着。下に体操着履いてたの？いつも？うん。おーい、証拠てめえ、男子高校生をもてあそびやがって。
男子高校生の夢を何だと思ってるんだ。知らねえよ。よかったわ、下にズボンを履いてたのね。スカート寒いんで。じゃ、この命令は終わりね。次に行きましょう。無駄にドキドキしたわ。俺の純情な心を返せ。まあよかったよね。隣で下着になられたりしたら平常心保ってられそうにないし。はい、全員引いたわね。王様だれだ。私だ。ち、今度はすぐるかよ。ま、五条よりはマシな命令をしそうね。じゃあ2番の人は私のことを褒めてください。んだそりゃ、褒められてんの。ママが恋しいんでちか。殴るよサトル。なんで俺だけ。2番は私だわ。歌姫先輩か。まあ簡単な命令だと思うので、さあどうぞ、どこからでも褒めてください。まるで自分には褒められるところがたくさんあるって分かってるみたいね。ナルシストだからな、スグルは。お前もな。でも、ゲトのいいところ。え、そうね、強いて言うなら、歌姫先輩、そんな考えることでもないでしょう。よく見てください、私ですよ。どう思う、ショコ五条。あいつを褒めるだと。歌姫先輩がサトルに協力を仰いでいる。そこまでしないと褒められるところが見つからないのか。そうね、強いて言うなら。それで行きましょう先輩。ゲト、会議の結果が出たわ。会議しなきゃ出てこなかったんですね。会議の結果、強いて言うならイケてない前髪をイケてると思ってるメンタルの強さ。うわ、ちなみにほとんど五条の案。ちょ、言うなよ。サトル、表に出ようか。うお、何投げたの今。取り込む前の呪霊の玉。げえ、汚ねえからやめろよ。こうなったら仕方がない。意地でも私がまた王様になってサトルに仕返しをする。次の王様は誰。よし、また私が王様だね。はあ、またかよチート野郎。チートはしてないよ。命令はどうするの。命令は、そうだな、1番は2番の下着の色を確認する。はあ、スグルが王様を引いた今、命令を受けるのは女の確率が高い中で、この命令はどうなんだよ。う、確かにそれはそうだ。こんな命令はゲスの極み。しかし私の狙いはそこにある。この命令でもしサトルが歌姫先輩か翔子のどちらかの下着を確認しないといけなくなった場合、普通に考えれば絶対に命令は実行できない。私はサトルが罰ゲームを実行することを狙っているのさ。げ、俺一番なんだけど。よし。え、2番は私だ。ちょっとゲト、これはあまりにも。そうだぞスグル、俺が証拠に殺されちまう。そうだね。でももう命令は取り消せない。どうしてもできないっていうのなら罰ゲームを選んだらどうだい。罰ゲーム、忘れてた。罰ゲームが嫌なら命令を実行するんだね。証拠は優しいから2ヶ月ぐらいで許してくれるよ。でもその2ヶ月間俺はゴミを見るような目で見られるよね。証拠、私の後ろに隠れて。男はみんなゴリラなのよ。それを言うなら狼だろ。さあ選びなよサトル。いや、命令をやっても証拠に殺されるし、やらなくてもヤガセに殺されるよね。五条、あんたは嫌いだけど、せめて天国に行けるように祈ってるから。合唱するのやめてくんね。無理。俺この前ヤガセに怒られたばっかだし、次何かしたらマジでただじゃ済まないって。どうする、どうすればここを乗り切れる。いや、もう仕方ねえ。証拠ならきっと俺を許してくれるはず。ちょ、五条、あんた顔が真っ青だけどパニック起こしてない。大丈夫だ証拠、怖くないよ。警戒している犬に近づく動作。うるせえ、俺は罰ゲームを受けたくないんだ。証拠姉さんお願いします、下着の色を教えてください。うわー、なあ、視線が痛い。冷めた目で見られてるのがわかる。サトル、何を言ってるんだい。え、私が下した命令は下着の色を確認しろだよ。教えてもらうのは確認じゃないだろう。ゲスだ、こいつゲス。ははは、
さあ、サトル、諦めて罰ゲームを選ぶんだ。無理無理無理、怖い怖い。改めて思うけど、特級の五条に怖いと思わせる矢賀先生ってすごいわね。ショコ、ごめんね。後で俺のイチゴパンツも見せてあげるから。見たくもないし、こっちに来るな。え、サトル、本当に確認するつもりか？ちょ、あいつパニック状態だから自分が何をしようとしているか分かってないんだわ。落ち着いてサトル。そうよ五条、考え直して。やだ、罰ゲームはやだ。その後、次の日、仮病で学校を休もうとした五条を私たちは全力で引っ張り出して強制的に罰ゲームを行わせた。あれから五条はしばらく魂が抜けたように静かだったよ。やっぱり矢賀先生にかなり厳しく絞られたみたいだな。でもさすがあいつと言うべきか、3日後にはもう立ち直っていたよ。あいつのメンタルってどうなってるんだろうな。歌姫先輩が高専に来てたから久しぶりに話をしていたんだけど、そこにいつものうるさいバカ2人がやってきた。何やら大荷物を抱えてるんだが、一体何しに来たんだ？あれ？翔子探しに来たのに歌姫もいるじゃん。高専に来ていたんですね。ち、今日はこの2人と会わないつもりでいたのに、任務の都合でしばらく東京校にいるのよ。へえ、そうなんだ。っていうかお前ら、なんで椅子なんて担いでるの？しかも3つも。そうそう、これで面白いゲームしようと思って。きっと翔子も喜ぶよ。 100% 喜ばないと思うんだけど。さっき YouTuber がやってるのスマホで見てたんだけどさ、歌姫と翔子、大人のフルーツバスケットって知ってるか？フルーツバスケットなら知ってるわよ。椅子取りゲームみたいなやつでしょ？そうそう、大人のフルーツバスケットはその応用で、椅子に座れなかった人はフルーツの名前じゃなくて〇〇の人みたいなお題を言うんだよ。お題？例えば今日パンを食べた人とかな。自分が当てはまるって思ったら立ち上がって他の椅子に移動。椅子に座れずに立ったままの人が次のお題を出題ってわけ。ちなみにお題はこのお題箱から引いて書いてあったやつな。ふーん、まあやらないけど。はあ、説明したんだからやれよ。このゲーム、サトルと二人じゃできないんですよ。先輩もぜひ参加してください。仕方ないわね。あれ、もっと嫌って言われるかと思ったのに。参加するまでダダこねられるのも嫌だもの。じゃあ早速始めていこうぜ。大人のフルーツバスケットスタート。さっきから気になってたんだが、大人のって何なんだ？フルーツバスケットとか何でもバスケットなら聞いたことがあるけど、なんだか嫌な予感がするな。じゃあ最初は言い出しっぺのサトルが真ん中ね。いいぜ、じゃあ箱からお題引きます。お台箱まで用意するなんて、よほどこのゲームがしたかったのね。じゃあこれ、今ブラをつけている人。はあ、なんなのよこのお題。ああ、なるほどな、大人のフルーツバスケットってそういう意味だったのか。怒るなよ歌姫。まさかこんなお題ばっかり入ってるんじゃないでしょうね。もちろんたくさん入ってるよ。だって大人のフルーツバスケットですよ。際どいお題ばかり入ってるのがスリルがあって楽しいんだよ。意味わかんないな。っていうかあんたら二人は大人じゃないでしょ。ガキンチョよガキンチョ。はいはい、文句言ってないで、当てはまる人は席を移動してね。まあこのお題は女子二人しか該当しないと思うけど。わかんないぞ五条、ゲートにブラつける趣味があるかも。そうなのか。ないよそんな趣味。変なこと言わないでよ翔子。翔子は立ち上がったけど、ほら歌姫も立ち上がりなよ。いや、そのだって当てはまる人が移動するんでしょ。え、そうだけど、お題は今ブラつけてる人だよ。じゃあ歌姫だって立ち上がらないと。え、まさか歌姫ノーブラ。うっさい。そうなの。うるさいぞ五条。サトル、デリカシーがないよ。歌姫先輩にはブラは必要ないのかもしれない。あんたの方が失礼よ。マジ？歌姫今ノーブラなの？なんか急にドキドキしてきたんだけど。先輩、本当につけてないんですか？いや、そのだから今日はカップ付きのキャミ着てるのよ。ああ、なるほど、確かにそれはブラじゃないですね。
え、何？なんだって？うっさいわね。だからカップ付きのキャミソールなの。カップ付き？キャミソール。無知な男どもは放っておきましょう。なんだよそれ、よくわかんねえ。でもブラじゃないならノーブラってことだよな。ほら五条、立ち上がったのは私だけなんだから、さっさと位置を入れ替われ。ああ、うん。そっか、一人しか立ち上がらなかった場合って強制的に真ん中の人になっちゃうのね。次は翔子が真ん中だね。じゃあお題はこれ、5回以上告白されたことがある人。はい、あります。私ももちろんあるよ。うっさいな、主張が激しいんだよ。俺告白された回数8回。私は9回。はあ、嘘だろ。嘘じゃないよ。あれだろ、幼稚園児にすぐれお兄ちゃん好きとか言われたの含めてんだろ。含めてないよ。告白された回数で競い合うなんて子供ね。まったくですね。歌姫も翔子も立ち上がるのってことは、二人とも5回以上告白されたことがあるのかい？あるけど、まああるわね。歌姫ってモテんの？何よ、文句あんの？五条、お前は気づいてないみたいだけど、歌姫先輩は結構モテるんだぞ。そうなの？やべえじゃん、他の男に取られちゃうじゃん。あ、座るところがなくなっちゃったわ。じゃあ、次の真ん中は歌姫先輩ですね。お題は、私のことが好きな人？これってお題を出した歌姫先輩のことが好きな人ってことですか？多分そういうことね。何そのお題？歌姫のことが好きな人って俺じゃん。私は先輩好きなので当てはまりますね。なんか立ち上がってもらえると嬉しくなるわね。俺も立ち上がらないと。いや、でもここで俺が立ち上がったりしたらきっとすぐるから。歌姫先輩のことが好きなんだ。どうか、からかわれるに決まってる。立ち上がりずれ。あ、私も歌姫先輩はなんだかんだ好きなので立ちますね。あら、ありがとう。はあ、すぐる、こら、裏切り者。え、何のこと？私は自分の気持ちに従っただけだよ。サトルも歌姫先輩が好きなら立ち上がったらいいんじゃないか。歌姫先輩が好きならね。こいつニヤニヤしやがって。五条は立たないのね。まあ分かってたけど。あれ、今歌姫ちょっとがっかりした？立たないとは言ってねえだろ。俺も歌姫はいじりがいがあって好きだぜ。よし、自然な流れ。あ、そう？ありがとう。なんかそっけなくね。ほらサトル、もう席は残ってないから、次の真ん中はサトルだよ。おう、勇気を出して立ち上がったのに歌姫のやつ、もうちょっと喜べよ。俺に好きって言われてんだからさ。お題はあれ、私のことが好きな人。あれ、さっきと同じお題じゃないか。よっしゃ、今度は歌姫に好きって言ってもらえるんじゃね。ほらほら、お前ら立ち上がれよ。俺のこと好きだろ。ゲート立てば。翔子こそ立ちなよ。私は遠慮しておこうかな。ちょっと君たち、別に好きなわけじゃないし。私も別に好きではないわね。俺はさっき立ち上がったのに。はあ、仕方ないか。サトル、私はサトルの味方だよ。ほら、私の席に座りな。すぐる、お前は俺の親友だよ。はいはい。五条、泣いてやんの？立ち上がればよかったかしら。でもなんか翔子も立ってないのに立ち上がったりしたら、歌姫俺のこと好きなんでとかからかわれそうだったし、なんか恥ずかしいし。じゃ、次のお題に行きますよ。自己中したことがある人。これはいないんじゃね？漫画の中でしか起こらないだろう。あ、私ある。あるんですか？誰と？ねえ、誰と？なんでそんなに必死なのよ。先輩、私も気になります。っていうか、どういうシチュエーションでしたんですか？私が転んじゃって。はあ？どうじ？うっさい。そしたら転んだ先にいたのよ。男が？そう、犬が。え？犬？はあ？
ちょっと待ってください、先輩。先輩がキスしたのって犬だけど。はあ、自己中って言っただろう。だから転んでチューしちゃったんだってね。自己中でしょ。証拠。ああ、私もちょっと驚いてる。先輩があまりにも天然すぎて。え、何？何かおかしい？それ、自己中の意味違いますから。そうなの？もういいよ、アイスグル。誰も立ち上がらないから、次のお題。ちょっと、正解を教えてよ。なんでみんなして呆れてるのよ。次のお題は。ちょっと、アダルトサイトを見たことがある人。なっ、これは。何よそのお題。困ったな、このお題。男の俺は当然ある。だけどここで立ち上がったら歌姫に惹かれちゃうかもしれないし。いや、でも男なら普通だよな。でも今スグルはお題を出す人だから、立ち上がるのは俺だけだろうし、こんな公開処刑は嫌だ。私ある。え、マジですか。びっくりなんですけど。違うの。なんか変なサイトに飛ばされちゃって、そこがちょっとアダルトで、検索したとかじゃないから。先輩、言い訳する必要はありませんよ。女性がアダルトサイトを見ていてもおかしくないですよ。だから違うのよ。まただから。安心しろ歌姫。え、俺なんてしょっちゅう見てるから、全然恥ずかしいことじゃないぜ。スグルにいじられる歌姫を見事にかばった俺、絶対に惚れられた。何を堂々と言ってんのよ。本当に恥ずかしいやつね。などんまい。サドル。歌姫のやつ、俺の行為を無限にしやがって。次が最後のお題な。ちなみに次に椅子に座れなかった人は罰ゲームとして1週間寮のお風呂掃除当番。一人でやるのかい。罰ゲームだから当然だろう。まあいいけど。じゃ最後のお題は、参加者の中の誰かにドキッとさせられたことがある人。ドキッと？私はあるよ。おお、すぐるマジで？寝起きの証拠は可愛いからね。正直ちょっとドキッとした。キモい。褒めたのに。まあ私もあるよ。俺に？なわけねえだろクズ。ですよね。私は歌姫先輩に。それあり？異性からのドキッとじゃねえの？異性からのだったら、お前らがいつ矢賀先生を怒らせるか、いつもドキドキヒヤヒヤしてるけど。ドキドキの意味が違う。私もあるから立ち上がるわ。歌姫もあるの？それって俺に？それともスグルに？誰にしたかは内緒。教えろよ歌姫。別に教えなくてもいいでしょ。みんな教えたじゃん。私は教えないの。ていうかサトル、気づいてないみたいだけど、みんな席を移動し終えたよ。ってことでまた座れなかった五条が罰ゲームね。はあ、お前らいつの間に。一人で掃除当番、頑張りなよ。はあ、歌姫のドキッとさせられた人も聞けないし、掃除当番も俺になるとか絶対ありえねえ。かくなる上はオラ。サトル、何してんだよバカ。はーい、歌姫の座ってた椅子壊れた。歌姫も座ってないから俺と一緒に風呂掃除な。はあ、めちゃくちゃでしょうが。俺は椅子に座れなかった人が掃除当番って言ったんだよ。なんであんたと二人で一週間も掃除しないといけないのよ。ああ、めちゃくちゃしやがって。寂しいから一緒に当番やってくれって言えばいいのに。サトルは本当に不器用だね。サナガ。ちょうど一週間東京に滞在する予定だった歌姫先輩は、五条の言う通りちゃんと一緒に掃除当番をやってたよ。先輩は本当に優しいよな。ところで最後のお題の歌姫先輩がドキッとさせられた相手って誰だったんだろうな。私じゃないとは言ってたけど、まあなんとなくわかるけど、ムカつくから言わないでおこっと。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。